今回は囲碁 AI の方ごと7子局でやっていきたいと思います。この方ごという囲碁 AI も最強の AI でめちゃめちゃ強いんですよね。エルフが7段で、エルフとかがね7段でね、リーラとかが7段で、それよりも2子強いわけですからね。まあ、相当強い。この最強の AI と今回ね7子局で、ルールは、1手打つごとに40秒増えていくっていうルール。これいつもこれで打ってるんですけど、これでね、対局していきたいと思います。対局開始。で、これは7子局なので、まあ好きなところに、一応自由置き碁になってるんで、好きなところに7子、7個ね、石を置くことができますね。お願いします。まあ、勝ったこと、まあ、9子局から打って、てるんですけど、かかってきましたね。まあ、作戦としては、基本的には、9子とか8子とかと変わらないように、変わらない感じで打てばいいのかなっていう感じですね。まあ、黒の作戦としては、右辺と左辺をしっかり黒の確定地にしていく。で、下辺と上辺は、白地にしてもいいかなっていう感じですね。右辺と左辺がしっかり地になれば黒勝てますんで。で、ここでですね、コスミつけてくか、単に挟むかですね。コスミつけ選択しましょうか。厳しくいきましょうか、今回は。9子局、8子局ではコスミつけ一切打たなかったんですが、さすがにね、8子局なんで、ちょっと本気出しますか、こっちも。ちょっとコスミツケで本気出していきますわ。で、こうかな。まあ、こういきましょうか。これは三々に入ってくるか。三々に入ってきても別にいいかな。三々。三々は入ってきても別に問題ないので、怖い手ではないのでしっかり受けます。で、どうしますかね。まあ、飛びぐらいですよね。渡りもね、結構大きいんだよね。渡っときましょうか。大きいんですよ、これ。自分の石が今弱いからしっかり連絡しておくってのは結構でかいですよね。これ地を取りながら、地を取りながら相手の石を攻めてますんで、これは切ると、切って、ま、取りたいですよね。まあちょっと嫌っちゃ嫌なんだよな、隅がな。まあ普通は取るんだけど、取るんだけど、なんか嫌な手があると。まあ取りますか。はい、とりあえずこれで隅味が残ってってことですかね。で、ここでここら辺大きいんですよね。隅の味を消す意味で非常に大きいところで、ここら辺打っときますか。めちゃめちゃ大きいんですよ、こういうとこ。ここに打っときましょう。一手かけときましょう。で、これはね、まあ受けぐらいですか。受けときますか。
取りか伸びですかね、やっぱり厳しく。これ単に受けるか、単に受けるか。はい、まあ今のところ黒好調ですね。やっぱりね、結構厳しく打ってます。やっぱり9子8子と同じ感じで打つと甘いので、さすがにね。まあ黒も大きい石が少なくなってるので、コスミツケ、やっぱコスミツケいい手ですよね。コスミツケると結構やっぱ黒石が多いので、しっかりコスミつけなくても勝てるんですけど、コスミつけても勝てるので、まあどっちでも勝てるので、まあ好きな方ね、打てばいいのかなと。で、基本的に厳しいのはコスミつけですね。で、単に受けるっていうのはやっぱ隙のない受け方。長期戦って感じですよね。まあ、予選に自信があればそっちでもいいかなっていう感じですね。で、攻めに自信があるならコスミつけるっていう感じですかね。で、今ちょっと今一段落、局面が落ち着いたんですよね。当てを打って当てて、一応ここ入ってく手があるから、受けてれば無難。ここら辺にね。まあ受けぐらいかな。と急ぐ場所がないんだよね、別にね。まあここも受けとけば。なんですかね。受けることによって右辺確定地になりますよね。こういうとこ大きいんですよね、確定地になるっていうのが。で、ここってあんまり自分を守っただけの手で地がつかないですよ。ここら辺ってそんなに地がつかないですよね。でも白は弱いので、この全体の地が今、黒が今攻めてるんですよ。地を取りながら攻めてる。これが一番効率のいい地の稼ぎ方で、相手の石をね、攻めながら自分の地が増えていくっていうわけですね。相手はそんなに地が増えないのに弱いから、しかも大石なので絶対捨てれない石なので、守んないといけないですよね。で、ここら辺で打ち込みたいんですよね。こっちかな。主張関係がどっちもいい方に打ち込みたいんですよね。こっちに打てば主張関係どっちもいいので、まあこれが一番厳しいですね。ただね、ここまでやる必要があるかどうかなんだよね。やる必要ないんだけど、やっちゃいますか。ちょっと本気出しちゃいますか。で、これなんだ？ちょっと意外な。隅はね、確定地だと思ってるところに、今、なんかやってきま、ちょっかい出してきましたね。こっちは今、確定地だと思ってたところになんかやってきましたんで、どういうこっちゃって感じですよね。で、じゃあ割り込む手が、両方とも主張がいいはずなんですよ。ここの、両方とも主張が。これで、両方とも主張がいいので、結構白が困ってるはずです。困ってるというか、下辺がもうガラガラですよね。まあ、桂馬ぐらいかな。ちょっと働いて受けるっていうね。さあ、これは受けぐらいになるのか。まあ、受ければ無難。だが。ちょっと受けて足りるかどうかだよね。足りるかどうかで言えば足りるんだけど、最善かどうかですよね。まあ、冷静に受けとこう。さあ、三々に入ってきましたね。これは一応ここに、普通はここに打って受けるぐらいなんで。で、切られてもまあ大丈夫なんで、普通はこっちに打って大丈夫と。はい、なんか変なところ打ってきましたよ。真ん中の天元の石狙ってんのかな？
だここは跳ねたい。押さえて。伸びてくんのかな。まあ、とりあえずつないで。で、まあ、ここはスペース広げるぐらいかな。これで生きてるのか、ちょっと死活が分かんねえな。ちょっと怪しいんだよな。これで生きてるなら、まあ、手抜きたいんですよ。多分生きてるじゃ打てないからね。やっぱここに打てば生きれるかな、さすがに。ここに打てば生きれそうだな。やっぱここで守るか。ここは働いて。まあ、これは受けて。さあ、これで真ん中をしっかりね。やっぱこの天元がね、負担になるよね、黒もね。まあ、ここら辺から出ていくか。じゃ、ちょっとここから減らすか。ちょっと一歩一歩減らしていくか。まあ多分勝ってると思うけど、だって白地真ん中しかないじゃん。黒はしっかり4隅取ってて、真ん中しか白地がないからね。こういうとこも効くわけですよ。うん。だからもう減らしてきゃいいんだよね。一歩ずつ。こういうとこから。まあ、こうやって、ここも決めるかね。まあ、ここら辺から出てくか。わからん。ここら辺がちょっと難しくなってきちゃう。まあ、ここでとくか。で、こういう、これも一歩一歩ね、打ちましょうと。こういうところ。これで真ん中、まあ、取られちゃったんだけど、一応、真ん中取られて大きい地になったんだけど、一応黒は他で確定地取ってますからね。
左下こういうとこ大きいんだよな。今全く形勢判断してないけど。まあ、左下かな。左下大きいんだよな。まあ90目ぐらいありそうだよね。まあ白地全然ないからここに打って確定地にしちゃおう。ここに打つことによってこの下辺の黒の援軍にもなってるんですよね。ここが。まあ、カケツギでしっかり生きとくか。ここ大きいよね。で、こういうとこなんか結構起きそうなんだよね。起きそうっていうか先手とかになりそうだよね。あ、効かなかった。これ狙ってるよね。下辺下がりかな。まあやっぱ先手でここ効きましたよね。他にどこが大きいかね。もうそんなに大きいとこないですよね。ここかん、ここ打っとくか。こういうとこ。これはどっちも継ぐか飛びか。まあ、飛びの方がちょっと減らしてる意味はあるんだけど。飛びですかね。継ぐ意味あんまりないのか。まあ一応ここ攻め合いが、ああ攻め合いがちょっと心配になるから次の方が良かったかもな。いやー、なんか嫌なとこ打ってきたね。ちょっと今攻め合いの心配をしなきゃいけないのかどうかを。ちょっとこれはなんか狙ってますよね。白の隅の手数は5手。今単純には5手です。5手ですよね。まあこっち継いどっか。ちょっとまあ余計なことはしない方が良さそうだ。ちょっとまあこっち入れとくか。ちょっと手堅く打っとこう。余計な、やっぱりね、ここで一番まずいのは黒が全部取られることだから、なんかね、狙ってるから、無理すんのはやめとこう。
下がりか。まあ、次か、まあ、次でいいかな。まあ、これこっちに出て。まあ、とりあえずここ押さえて、これしょうがないな。ここめっちゃでかいんですよね。あ、当てこう、受けられると当てときゃよかったって思っちゃうんだよな。ここ打つか。これね、めっちゃ大きいのよ、逆寄せで。あ、そっちで打つんだ。なるほど。さあ、これもまあ詰めとこう。なんか狙ってるからね。やっぱ余計なことをやらないと。まあ、こうはこっちが有利だと思うんだけど。まあ、大きいとこ打っとくか。まあ、こうは頑張る体勢ってことかな。だいぶ有利なんだけど、一応もうね、しっかり手かけとこ。つないできたね。ここ大きいからね、一応当てが先手で大きいですからね。まあ7子は100回打って100回勝てるかっていうとわからないからね。まあ7子負けたことないけど、負けてる九段の野狐九段で負けてる人もいるから、7子局で油断はできないっていう感じだよね、少なくとも。取りかな。まあ二目の寄せを打っとけばいいと。これで一応手入れなくて大丈夫なのかな。こっちの方が大きいかな。あなたのはい、勝ち勝ち。ました。37目勝ち、結構大差で勝ちましたね。作戦通りですよね。右辺と左辺をしっかり確定地にするっていう作戦で、上辺と下辺は、まあ、ちょっと譲歩してもいいかなっていう感じ。まあ、真ん中の天元の石は取られちゃったんだけど、白地は逆に言うと、ここの真ん中の地しかないわけですよね。で、真ん中の地っていうのは効率が悪いので、隅の方が効率のいい地にしやすいので。で、まあ、黒としても妥協することなく、まあ、9子とか8子では、まあ、かなりわかりやすく、単に受ける手しかもうコスミツケとか一切打たなかったんだけど、ちょっと7子は本気出して、こういうコスミ、ちょっと7子はね、本気出してね、コスミツケから挟んでね、ここもしっかり攻めて、でこれでね、厳しく攻めてかなりポイント取れたから、ほとんど
評価値とかいうか、ここの図見ても急落してる場面ってないですよね。だから黒が悪手打ってないですよね。大きな。まあ大きなミスはなかったですよね。まあ、自分でもかなりうまく打てたのかなと思いますね。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。